資源、天下の頂点を目指すぞ。報告します。敵がさらに包囲を狭めてきました。城内にかなりの敵が入り込んでいます。すいません兄上、五の奴らえらく押してきたみたいで。五色にはあるかなきかながら命がある。軍を進めるならばこの合皮となろう、あるいは組しやすしと思われたのやもな。果実の戦、司祭は諸葛丹から聞いたぞ。はい。そう落ち込むな。今ここでお前たちの席を問うつもりはない。私には見えている。諸葛丹の報告の向こうに広がる情景もな、むしろうまくおびき出したと考えよ。五の主力をここで一網打尽にできると。わかりました兄上。すいません兄上。師匠殿と諸葛丹殿、先の戦で双方の問題点が露呈しました。今は資源殿を中心に皆が団結しています。この戦はきっと問題なく終わるでしょう。ですが二人の考え方は変わっていません。このままではいずれまた。敵は大軍、対してこちらは貨幣、兵力差では圧倒的に不利。しかしこの城を生かせば勝機はあります。各伯生、死ぬ気で戦局を切り開きましょう。五軍はすでにこの城に入り込んでいる。兵器を使うにしてもまず取り返さんとな。この向こうにはすでに五軍が。怖い。格外様、いつにも増して顔色が。連戦が響いたのでしょうか。悪くない。あとは師匠を一押しせねばな。しばし殿が来てから空気が変わったな。いい意味で張り詰めてて戦らしい感じだ。しばしょう殿では出せない空気だよな。まあそれがあの人の魅力かもしれないが。しばし様の入場に皆沸き立っています。これで我らも勢いづきますな。しばし殿、先の戦については。よい諸葛丹、お前の席を問うつもりはない。ただしこの戦での失敗は許さぬ。五の主力を叩き雪辱を果たせ。しばし殿、なんと情け深い。諸葛公宮、必ずやそのお心にお答えします。敵の大将軍諸葛閣は五の諸葛金の息子、そして蜀の天才軍師だった諸葛亮の甥だ。同じ諸葛でも敵は違うようだな。行くぞ。ここに孫悟の将兵を打ち果たす。はっ。これより反撃に転じる。すべての城門を閉めよ。攻め入った敵を駆逐する。風車を抑える将を倒し起動させよ。将と桜井は西へ向かい、諸葛さんは私と共に東へ行くぞ。よく救ってくださいました。
それを使えば多少は力になるのですが。万国を利用し中央東京を掌握する。敵の全てを焼き払うのだ。ちょうどいい。我が知略許させてもらおうか。思いつくのは兄上だけですよ。この策
分断が崩れたら意味をなさん。門が破られる前に城内の敵を掃討せよ。余計な手間を起こしたした。次は我らが打って出るぞ。城の包囲を崩しつつ戦線を上げる。戦力を一点に集中せず広く取るのだ。引き続き将と各隊は西を進め、私と諸葛丹は東から攻めるぞ。しばし殿の指揮には自信が満ち溢れている。私もあの高みに近づけたら。この勢い誰にも止められますまい。この首捕らえ受ける。いざ何という武勇。
様の命運は尽きた。五の大将は勝ち目のない戦を続ける無能か。この私が無能だと、この高慢な腹をへし折ってくれるわ。ごとき無能が諸葛を語るな。諸葛と、まるで誰ぞの影でも見ているようだな。血筋が何だ、名が何だ、そのようなもので己の才は磨かれる。死はただ己の才によって生きるもの。この私とてそう務めている。生まれに溺れるような輩はああなる運命。さあ引き上げるぞ。生まれに溺れるか。私は囚われていたのだが、己足らんとする前に諸葛足らんとあがいていた。だが今その呪縛から解き放たれた。これよりの私はただ私として才を磨き進んでいこう。